皆さん、こんにちは。今回は驚異の16歳張本美和選手の活躍について振り返りたいと思います。アジア選手権での彼女の快挙は卓球界に大きな衝撃を与えました。中国の絶対的エースたちを次々と撃破し、50年ぶりに日本が団体戦で優勝を果たしたのです。まさにとんでもないことが起きたと言えるでしょう。その一方で敗れた中国勢の反応にも注目が集まっています。選手の起用や監督の采配に厳しい声が上がっているようです。張本選手の活躍が中国卓球界に大きな衝撃と変革を促しているのかもしれません。今回はそんな張本美和選手の勇姿と中国メディアの反応を詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、皆さんの感想をコメントしていただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。恐るべき16歳、とんでもないことが起きた。これは中国メディアの受け止めです。中国1位&4位から大金星を挙げた張本美和選手に中国は衝撃が走っています。卓球のアジア選手権は2024年10月9日女子団体決勝が行われ、世界ランク2位の日本が中国を3対1で下し、2大会ぶりの優勝を果たしました。中国を破っての優勝は1974年横浜大会以来50年ぶりの快挙となっています。特にシングルスの世界ランク1位孫穎莎を破った同7位の張本美和選手の奮闘にはファンから絶賛の声が相次いでいるとともに世界に衝撃を与えました。日本は第1試合で張本美和選手が王ゲイ迪を3対2で撃破、第2試合は伊藤美誠選手が孫穎莎に敗れたものの、第3試合で平野美宇選手がチェン・シントン同6位に勝利し、トータル2勝1敗としました。勝負を分ける第4試合で孫穎莎に挑んだ張本美和選手は2ゲーム先行された後に怒涛の5連続ポイントを挙げるなど2ゲームを連取、2対2で迎えた第5ゲームでは緊迫した状況の中、孫穎莎の猛攻を冷静にさばききり、3対2で見事に勝利を収めます。過去6度対戦して未勝利だった絶対女王から大金星を奪い取ったのです。パリ五輪で負傷したエースの早田ひな選手を欠く中、強豪選手を立て続けに破り優勝の立役者となった16歳には、X 上のファンからも称賛が相次いでいました。孫穎莎に勝ったとか、始まったな。美和ちゃん強すぎる。世界ランク1位も夢じゃないね。王ゲイ迪、孫穎莎倒しての2点取りは張本かっこよすぎる。あの無敵の孫穎莎に勝って優勝したってのがすごい。恐るべき16歳、世界ランク1位かつ絶対女王に張本美和が勝つとは普通にびっくりした。とんでもないことが起こってた。張本美和異次元すぎる。孫穎莎に勝っての団体優勝とか信じられんわ。いや、お見事すぎる。調子悪そうとはいえ孫穎莎下して勝ったんだから文句なしやろ。今夏のパリ五輪で混合ダブルス金や女子団体金など3つのメダルを獲得している絶対女王を打ち破った張本を褒めたたえる声が上がっていました。そんな中、16歳の張本美和選手に3大エースが撃破された中国に衝撃が走っています。もちろん監督の責任問題に発展し指導放棄を糾弾することが続出しています。12日にカザフスタン・アスタナで行われている卓球のアジア選手権は女子シングルス準決勝で世界ランク7位の張本美和選手が同9位の伊藤美誠選手と対戦しました。ゲームカウント3対1で勝利し銀メダル以上を確定させました。準々決勝では世界ランク6位のチェン・シントン中国を撃破。中国メディアは一大会で3大エースが全員張本美和選手に敗北を喫して嘆くばかりでしたが、一方で監督のマリン氏の指導放棄があったことも指摘していました。中国メディア卓球ネットは中国卓球男子のエースも敗退、女子シングルスは全滅、エース3人が張本美和に壊滅させられ、マリンは陰に隠れて指導もせずといったセンセーショナルな見出しで報道しています。チェン・シントンが張本美和選手に敗れて女子中国勢が誰も4強入りできなかったことに触れこう続けました。今回のアジア選手権で中国女子チームは女子団体と女子シングルスの2つの優勝を相次いで逃した。マリンはチェンムンを招集しなかったがワンマンユも家庭の事情で参加できなくなり、孫穎莎がボロボロになるまで使い倒されて女子団体は1対3で日本に敗れ女子団体の優勝を逃した。その結果
孫エイサは負傷による途中棄権を宣言し、マリンはなぜか準優勝の表彰式を欠席して非難を浴びたと痛烈なまでに伝えています。今回の中国勢の台所事情を伝えるとともに、マリン監督の行動にも言及しました。さらに女子シングルスではチェン・シントン一人がベスト8に進んだのですが、日本の少女張本美和に敗れた。マリンはチェン・シントンのこの最後の一戦で自分が指導に当たらず、チェン・シントンの担当コーチに指揮を取らせており、負けて非難の対象となることを恐れたのだと見られていると監督が指導から外れたことを問題視しているのです。記事では2017年のアジア選手権では平野美宇が中国の三大主力であった丁寧、重友林、チェンムンを次々と破って女子シングルスの金メダリストとなった。チェンムンは中国に戻ってから反省文まで書かされている。そして今回は張本美和がアジア選手権女子団体決勝で王ゲイ的と孫エイサを破り、女子シングルスではチェン・シントンを破って一人でアジア選手権における中国卓球の三大エースを破ったのです。日本の若い力、青春の嵐の激しさを感じずにはいられないと張本美和選手の脅威を独特の表現で伝えていました。女子団体決勝では世界ランク1位孫エイサに勝利するなど、中国撃破の金メダルに貢献していた張本美和選手、13日のシングルス決勝では北朝鮮のキム・クムヨンと対戦することになっています。やはり今回のことは中国の地元メディアも衝撃的だったようで報道が過熱しています。同時に女子シングルスで異変が起き、前述の通りなんと中国女子代表の選手が一人も準決勝に進めなかったのです。パリ五輪個人金メダルのチェンムンとワンマンユは今大会を欠場。絶対エースである孫エイサは女子団体決勝で日本に敗れた翌日に怪我による棄権を発表しました。それでも王ゲイ的、チェン・シントンと実力者が控えていたのですが、ベスト4を前にいずれも姿を消したのです。団体決勝で日本に苦杯をなめた直後だけに、中国国内の反応はシビアでした。スポーツメディアは女子シングルスで緊急事態が発生した、あろうことか中国女子代表チームの誰も4強に進めなかったのであると記し、女子団体で孫エイサを下したキム・クムヨンに王ゲイ的がストレートで敗れ、唯一準々決勝に残っていたチェン・シントンは張本に1対3で屈した。かなり衝撃的な結果であり、深く反省するとともに敗因を分析しなければいけないと論じました。そして同メディアは、準備の過程でもいくつかの欠点があると感じる、強敵と対戦する場合、中国チームはしっかりと研究と分析ができていない場合があり、試合中に効果的な戦術を立てられないのだ、相手を過小評価すべきではない、張本やキム・クムヨンなどはすでに大きな脅威だ、選手の心理的ケアやコンディション調整にも課題が見え改善の必要があるだろうと指摘しました。失敗を真摯に受け止めて前に進むべきだ。依然として中国女子代表が総合力で世界トップである事実に変わりはないのだからと続けました。とりわけ女子代表のチームマネジメントを担うマリン監督への風当たりが強くなっているそうです。全国紙アミエキ新聞は、まさかの不甲斐ない戦いぶりで中国は日本の軍門に振った、恥ずかしい敗戦だと記し、責任者であるマリンの過失は避けられないと断じて次のように続けています。ワンマンユは今大会に出場する予定だったが、急遽家庭の事情でキャンセルとなった。そこでマリンはチェン・シントンを慌てて招集、強行出場させたが、さすがに調整不足が否めず、パリオリンピックからの連戦で疲労困憊の孫エイサにさらなる無理を強いる結果となった。彼女はこの3ヶ月で34試合も戦っている。日本チームの総合力がどんどん高まっているのは事実で、中国にとっては大いなる警鐘となった。だが今回の敗因は必ずしもメンバーの力不足だけではない。決勝では何度か流れを変えるチャンスがあったが、マリンは適切なアドバイスを送れなかった。緊急事態への対応力の低さ、リスクマネジメントの欠如が招いた結果でもあるのだと断罪しています。さらに同メディアは、会場に詰めかけた中国人ファンたちは、まさか中国が世界一の座から引きずり下ろされる瞬間を目撃するなど夢にも思っていなかっただろう。試合後には、マリンはやめちまえの大合唱となったが、なんと寛大なるマリンは笑顔で応援席に向かって拍手を送ったのだと皮肉たっぷりに伝えました。いかがだったでしょうか。今回は張本美和選手の快挙について深掘りしてきました。
張本美和選手の活躍は今後の日本代表の勢いを占うものであり、また力が開花したことは大変喜ばしいことです。一方で中国勢の衝撃は相当なものであったことは言うまでもありません。条件としては中国勢も日本勢もパリ五輪後ということで同じであったはずです。その中でも若い代表選手がめきめきと力をつけていることに恐れを抱いたのではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。